2018明治安田生命 J2 リーグ第22節 FC 岐阜対愛媛 FC の一戦、岐阜メモリアルセンター長良川競技場からお伝えしていきます。緑のユニフォームが FC 岐阜、対して FC 愛媛 FC が白いユニフォームです。改めて今日のフォーメーション、スタメンを見ていきます。スタメンはほぼ変わりませんが、中盤アンカーの位置に背番号30中島健生が入ることが予想されます。4月の21日10節以来のスタメンとなります。そして愛媛 FC のスターティングメンバーフォーメーションで見ていきます。3バックで来ることを予想しています。3バックに玉林、林道、西岡が入ると予想しています。そして1トップに上原が入り、近藤、丹羽が2列目に入るのではないかという予想をしています。FC 岐阜のコーナーキック、風間が蹴り込みます。中央へヘディングフリーだー、決まりました。先制点は FC 岐阜、前節出場天守の阿部正則、ヘディングで決めました。先制点、うまくマークを外してファーサイド頭で合わせました阿部正則です。これが阿部にとっては今シーズン初ゴール。さあコーナーキックです。中央いいボールが入ってくる、ヘディングシュートはビクトル弾く、かき出しました守護神ビクトル。コーナーキックのチャンス、ヘディングシュートへ持っていきました。前線に人数をかける愛媛、前を向いた、裏へ1対1になった、ビクトリー1対1、こぼれ球はなんとか守った FC 岐阜、なんとか守りきりました。無人のゴール前になりましたが、最後はディフェンスがかき出しています。前半のうちに追いつけるか。林道からのボール、パンチング、あ、いいトップでした。裏に抜けてシュート、ダイレクトボレーはわずかに外、いやここもいい形、近藤が抜け出していきました。中央を使ってワンタッチでボール運んでいきます。プレーを流しました。中央風間からふわりと上げてフリーだ、シュート、惜しかったですね。ボレーシュートは枠の外、わずかに捉えられませんでした。パウロ純一、得意の形に持っていく、左足でシュート、自らの一番得意な形に持っていきましたが、このシュートも枠を捉えることはできません。愛媛 FC ですが、背番号9有田が入ります。背番号26上原に代わっての投入となります。まだ岐阜ボールです。皆さんここもすらした、シュートはこぼれ球、田中パウロ11のシュートはゴールキーパー岡本、体に当てました。一本の縦パス、うん、ここもシュータースーパーゴールが突き刺さる、愛媛 FC 同点。大野さん、このゴールはすごいですね。シュートはこの後ね、これ中島選手がね、少し不用意だったですね。これは素晴らしいですね。でもこれはすごいですね。これはゴールキーパー届きません。裏へ、これはつながるか、つながった、1対1になる。さあシュートはどうか、決まった、愛媛 FC 逆転、変わったばかりの有田が決めました。ボールを奪って、ここで一発ですよね。背番号4西岡からロングフィード、そして途中出場の有田、前節2ヶ月ぶりのスタメンでゴールを決めることができなかったこの有田が、今日は途中出場でゴールを決めました。今シーズン3点目です。さあこのコーナーキックはどうか、近いサイドへ、ファーサイド、こぼれ球、フリーで待っていましたが、ボレーシュートは外、ロングスロー入れてくる、なん
ッパーのところ中へ入れていく阿部からナンバー最後はナンバーが飛び込んでいきましたが足ですね、足膝に当てていきました、はい、そして試合終了の笛が吹かれました。愛媛 FC 4試合ぶりの勝利で降格圏を脱出しました。そして鬼門長良川で2009年以来の勝利をつかみ取りました。